どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう、球団経営続きをやっていきたいと思います。だいぶみんな疲れてきたな、やっぱり、ちょっと休暇をあげよう。特にきつ体力きつそうな子にはね、ほい、お疲れ、休暇を与えます。しかしなかなか難しいもんですな、経営というのは本当に。で、ちょっとみんな赤になってきたらそれみんな疲れるので、代わりにちょっとじゃあ、第一秘書に頑張ってもらおう。はい、よろしく。じゃあラジオ放送してもらおうかな。じゃあ順位グラフ進行でお願いします。おー、いいね。おー、でもおー、いい。あー、でも勝ち越してんじゃない、割と。あ、いいじゃん、普通にいいね、調子。あ、どうだ、赤、あー、選手年俸で黒字か。そっか、4勝2敗、勝ち越した。いいじゃん。あ、でも、あ、結構観客動員数増えてんね。あー、1試合平均7000、8000人ぐらいか。あ、球団、おー、人気上がった。いいじゃん。いいよ、いいよ、いいよ。こうやって頑張って上げていきましょうよ。ホームだったらたくさん人が来るのかな、きっと。じゃあ、次へ行きましょう。試合進行です。勝利。ちょっと負けが入ってきたか。あー、3位まで転落か。600万か。まあ、いや。オッケー。はい。お、黒字じゃん。来た。初の黒字。まあ、負けたけどいいや。おー。それでも球団、全然、球団人気は上がるんだね。すいません、マッチ買ってください。マッチ売り、荒瀬の詐欺。あー、すいません。はい。私、詐欺じゃない。雇ってほしい、秘書として。マジで？あー、そう。さ、バレた。バレ、嘘。なんだよ、お前。球団スパイやめなさいよ、そういうことすんのね。可愛い顔して何を考えてんだかって。じゃあ、はい、村瀬さん、ちょっと、いいとこの、はい、球団、スポンサーちょっと探してきて、って、やれやぎさんは、ネット広告行ってみようか。インターネット、今はもうインターネットの時代ですよ。皆さん、見ますからね。はい、じゃあ、小寺さん、じゃあ、最新機器導入してもらおうかな。せっかくだから。で、秘書スカウトだな。秘書スカウトちょっとやってもらおう。する。もっとちょっと人数いた方がいいわ。で、構成施設の、メンテナンスをしてもらおう。はい。で、コーチスカウト。ちょ、コーチをもっといた方がいいだろう。どうしよっかな。足、いや、守備タイプ、どうしよっかな。とりあえず、ここはじゃあ、投球タイプの、はい。投手コーチ。じゃあ、500万でいい、500万。まずはね。はい、じゃあ、よろしく。試合進行、進めます。お、連敗が多い。どうですか？調子自体悪くないけど、結果ですね。あー、そっか。まあ、特打ちだろ。うん。打撃。うん。お、いいね、上がって。こうやってどんどん上がっていくわけですね。おー、よし、いいぞ。なるほど。こうやってだから一人一人上がっていくわけだ。カットできねえかな。まあ、いや、あ、でも負けた。まあ、ちょっと負け越しが、まあ、ちょっと連敗がついてきたな。お、いいじゃん、契約。成功。あ、一緒見つかった。山地友香さん。あー、なるほど。行動力と人事力。世の中に絶望してます？どういうことよ。タフ、チャンスによ、センスなしでタフ。そうですか。やる気は、一応。まあ、やる気があるんだったらいっか。はい。ちょっと気になるけど、まあ、大丈夫でしょう。まあ、オッケー。負け越した。まあでも、あー、ちょっと一試合平均減ったな。球団系。まあ、人気側があるんだったらいいよ。徐々に上げていきましょうよ。それはね。秘書スカウト、権利契、これだ、権利契約で。お、90ってすごいな。じゃあ行ってもらおうかな。お、ネット配信券いってらっしゃい。秘書スカウトも、あー、秘書スカウトか、どうしよっかな。いや、休ませちゃえ。休んできて、二人とも。はい、いいよ。そう。こうやって、多分信頼度を上げれば、徐々に成功率も上がってくるので、負け。おー、対象。おー、いいよ。でも勝ち越したかなんとか。お、レベルアップやったね。おー、いいじゃん。5も上がったか。お、どうしました？はい、豆腐栄養価が高く健康食です。それに、美味しいです。なるほど。いい豆腐が、あざーす。豆腐の差し入れ、あの人にのせい。あー、なるほど。だから、積んでるみたいな感じだかな、もしかしたら。急だ。おー、いいね。ちょっとずつ赤字になってきて。あー、嬉しいですな、これは。おいー。いや、素晴らしい。これはちょっと徐々にやってもらいましょうかね。ちょっと疲れてる子がいるから、これは休暇を与えちゃいましょうかね。うん、お疲れ。はい、じゃあ、早速進めていきましょう。おー、いいじゃん。おー。勝ち越したのか？勝ち越したっぽいね。ん？あー、そっか、ネット広告成功か。やったね。
うい。あ、いいじゃん。かなりペースはいいですね。まあやっぱ選手年俸を考えると赤字になっちゃうんだ。勝ち越した。まあ勝ち越したならいいよ。広告宣伝に力を入れる。マジか。もっと力入れますか、じゃあ。うい。まあそのね、ちょっと、お言葉通りに従ってみようじゃないの。八木さんお疲れ。じゃ広告宣伝、よろしく。山地さんやってもらって、じゃあ新聞広告出してもらおう。さっきネット広告出したんだけど、それでもまだ効果は出てないような感じですかね。まあこれからかな。ね、秘書スカウトちょっと行っても、あー、18% じゃやめとこう。失敗するわ。構成施設やってもらっていいや。はい、よろしく。じゃあ次行きましょう。何見てる？旅行ガイド。あー、なる信州。お、いいなーつって、お土産よろしくはちょっとなんかいやらしい。ちょっと、はい、何？信州といえば？何？信州そば？お土産。あー、ザッス。あ、タフの位置ついた。いいねー。能力つくなりは。さあ、どうだ？試合は。まあまあまあ。負け越したか。ちょっと負け越しましたね。でもお前意外と、いい勝負してるじゃん。うん。はい、どうしました？筋肉疲労チェッカー。あー、すごい。選手の、あー、いいじゃん。実用性。あー、全然。お金。あー、ちょっと失礼しました。音声の方が止まってるとはつゆ知らず。続けていきたいと思います。いいよ、230万ぐらいね。全然、使ってくださいよ。頑張れ。あ、いいじゃん。お、心なしかなんかちょっと増えたね。あ、元西、怪我したか。ちょっと、まあ、構成施設今、かなりね、育ってきてるから、そこでちょっとなんとか直してもらって、無理しちゃダメだよ。練習施設、アップ。じゃあ、はい。ゆりはまさんよろしく。で、構成施設も、ちょっと、やっぱり、リハビリだな。リハビリができる、ところが必要だと思うんでね。じゃあ、進めていきましょう。もうこんな時間か。はい。じゃあ、練習場寄って帰ろう。うん。目測まで、居残りの特打ち。フォームのチェック。あ、そう。ライトの、カーデが調子悪い。まあ、無理しないでね。あ、上がった上がった。いいじゃん。なるほど、上がるんだね。で、チームとしては、お、いいね、いいね。あー、また負け越したか。ちょっとまあ、まあまあなかなか、あ、ダメ？投球タイプの投手見つかんねえか。お疲れ。ロースマット、アリハイメンデス。あー、いいじゃん、いいじゃん。うい。あ、なんでしょう。気に入る、あ、完成した。よかった。いいじゃない。お、レベル下がった。いいじゃない。ペースはいいですよ。32万円で北陸エリアの新聞に依頼。8万、あー、まあまあいいや。8万はしゃ、あー、結構下がったな。うん。まあまあ、黒字黒字。負け越したけど、人が来るんだったらいいわ。よしよしよし。なかなかでも、ペースは悪くないんじゃない？やまし、ミュージカルに行く。へぇー。白点と、なにこれ。河川敷か？読み方わかんなくて申し訳ない。河川敷じゃねえな。三敷？武庫川歌劇団。無情猫二人。無情猫じゃない？なんですかそれは。知らん。すいません。チケット、一緒に山地さんのファンクラブ。ファンクラブ？あー、なるほど。スワローズファンクラブ。何を勘違いでしょう、ルシド。うちのチームをファンクラブ作りましょう。あー、いいね。そう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 。ちょっとこれは嬉しいね。ファンクラブ。作ろう、ぜひ。じゃあ、はい。かやまさん、お願い。行ってきて。で、ちょっと疲れてる女の子はもう休ませましょう。よいしょ。おい。2週間与えると。で、広告宣伝は、じゃあ、はい、村瀬さん。よろしく。じゃあ、新聞に。どんどん、だから、いろんな人に、やっぱり、このね、新生サローズを知ってほしいので、これはもう、ちょっと、頑張ってもらわないとだ。はい。じゃあ、次行きましょう。お、どうしました？はい。校舎勉強不足の、何か、ね、全体的に、まんべんなくいいんだけど、じゃあね、ここは、投球術かな？さらに、うん。ここ上げてもらって、負け。でも一応、あ、オッケー。今んとこ4位か。でも、同率4位的な感じなのかな。あ、新外国人、あ、報告。あ、条件合う選手。ガーディナー。ちょっと見ておこうか、じゃあ、はい。あ、トレーニング施設、メンテナンス、お疲れ様です。うん、オッケー。負けてん、あ、村井も怪我か。どうもちょっと怪我が絶えませんな。マッチはいかがですか？あれ？この間の子じゃん。なぜ分かったんですか？きっと7話スパイ違いない。いい音だけ言っておこう。どうせ冗談だろ？なんでそれ？暇つぶしてきた。さよなら。なんであいつ。なんだろうさっきの女の子。まあいいや。ちょっと選手登録じゃねえや。
新外国人補強、これで候補リストはどれ、ガーディナー、あ、お、いいじゃん、6億円か契約金。でもまだ成長期いくらだ、今年いくつ書いてねえ、あ、書いて24歳、あ、24歳でこれいいじゃん、あ、契約しよう、契約、もちろん契約だよこんなの。はい、入団よろしく。はい、6億円でガーディナーな選手、いいじゃん、当たり当たり、よしよしよし。で、ちょっとベストオーダー変えましょうか。じゃあちょっと、はい、ガーディナーを早速ね、ガンガン使っていきたいと思います。これはいい、じゃあ村井を避けて、ほい、もういきなり出しますよ試合。ガーディナー本来であれば、そっか、レフトだから、じゃあ岡安下げて、でか、ガーディナーそうだな、じゃあ3番ガーディナーかな、ほい、あの4番は違うな、で、あの1番がいいな、これ走力 B か、あ、いえ、ちょっと待って、走力 B だから、これ1番ガーディナーがいいな。で、こう上げてって、いや、待って、センターガーディナーがいいや。センターガーディナーで、それで、レフトをキーしていい。で、川で、あー、漆原の方がいいかな、どうしよっかな。とりあえず、まあ、川でいっけ、あー、どうしましょうかね。岡安にしようかな。川でじゃなくて、ほい。うん、これでちょっと少し変わってくるのかなって思いたい。オッケー。で、外野もまあ、同じようなもん、ちょっと変えよう。ガーディナー、ちょい、先頭。で、山田4番で、で、それで、畠山が5番で。で、そうですね、ちょっと3番違うな。大きい石だな、よっしゃ。これで、ざっと見これでいいかな。オッケーです。よしよし、あ、頑張ってもらおう、これは。おい。いやー、いい補強できたんじゃないかな。そんな風に思って次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。